はい、動きがあったテーマセクター個別の材料でドイツで銘柄小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。どっから行きましょうか今日は。どうしましょうかね。まあ業績関連からストレートに行きましょうか。組合科学からいきますか。92円高790円 13.18% 上昇です。一時ストップ高まで来ましたからね、798円ね。第一クォーターの業績発表がありまして、営業利益が21億3000万円ということで、前年同期比 2.4 倍。上期の計画が 4.3% の増益っていう、まあそんなに高くない見積もりだったんで、余裕じゃんということですね。業績を大幅上振れ期待。畑作用の除草剤のアクシーブ剤の出荷が北米向けに大幅に伸長。あと、オーストラリア向けなども好調ということで。主にその農業用の、何ですか、薬品みたいなのを作ってるところですが、好調だったんですって。さすがにその好調不調はちょっと読み切れないですよね。それが特にまた北米向けに大幅に伸長とかっていうのは、我々は何をもって実感しない、できるんでしょうかね、それをね。はい。どうしようかな。日本駐車場開発。これも紙金の業績発表先週末ありました。業績発表前大きく売られましたが、営業利益21億1000万円ということで前年同期 14% 増益となりました。第一クォーターと比べてやや増益率鈍化というところでしたが、まあ、想定通りの、着地だったねということの安心感でしょうか。でプラスして自社株買いを同時に発表しましたというところを交換した格好ですね。発行済み株式数の 0.84% になったら280万株5億円を上限とする自社株買い実施だそうです。で、これは今月いっぱい、3月29日までの短期間での取得ということなんで、まあ、それが良かったということかと思います。あと、グミ。結構今日、吹っ飛んでった銘柄が多いんですね。グミストップ高まで行きました。100円高653円、18% 上昇です。こちら第3クォーターの業績発表ありました。累計営業損益が5億5000万円の赤字ではありましたが、赤字幅が従来予想より少なかったと、8億6000万円の赤字予想だったんで、少なかったねというところです。で、11月から1月期この3ヶ月での営業損益が黒字転換したということ、主力タイトルの販売が想定以上に堅調だった。あと外注費、広告宣伝費などを抑制できたということで、交換して買われております。通期では14億5000万円の赤字を見込んでいるそうです。であと同時にスマホゲーム、新しい、乙女神楽ザンビエのレクイエムかなじゃあわかんないの事前登録が開始したということで、まあやっぱりゲーム銘柄ね、新作タイトルに期待したいですよね。まずはね、同じくゲーム A チーム、ゲームつっちゃいけないか、A チーム。まあ、目でもないか。上期の業績発表ありまして、今日はこちらは、大幅続落、134円安、1736円、7.17% 下落でした。営業利益が 42.8% 減益になったということで、まあ、これをちょっと、こう、マイナス視したということですね。はい、あと、金本。こちらも、大幅続落、5日続落ですね。163円安、2541円、6% 下落です。第1クォーターの業績発表がありました。営業利益39億1000万円、ということで、前年同期 27.1% の減益。紙金は増益予想っていうことなんで、この第1クォーターでちょっとやばいだろうということですね。設備投資増強に伴う減価償却費の負担の増加が響いたということだそうです。あと、ざっと。そうですよね。推奨銘柄見ておきたいと思いますが、残念ながら、マイナスとなりました。フリービット。
まあ、56円安、976円、5.4% 下落ということだったんですが、まあ、一応、安いとこ933円まで下げて、そこから戻しましたんでね、またちょっと期待外みたいなのが入るかもしれない。まあ、ちょっと肉を上げてきてますんで、明日反発できれば、もう一段、まあ、ここでちょっとアク抜けみたいな形になって、上昇できるかなっていう。まあ、昨日、先週末下げたのが、ま、良かったっちゃ良かったんですけどね。もう一段、これちょっと明日次第で、逆に言うちょっと高値をトライしに行くような動きも期待しちゃいたいなっていうところがあります。結構荒っぽい銘柄ですんでね、こんな感じでちょっと申し訳ないんですが、明日の動き見て、明日また下がるようだったらもう諦めましょう多分時間かかりますんで。でも多分2、3ヶ月持てばってことなんだと思うんですけどね、この辺は。ウェルビー、日本社会精神医学会で社内メンタルヘルス研修の研究を発表したということで、43円高1521円、2.9% 上昇です。アミダホールディングス437円高3010円、 16.76% 上昇、高値更新ですかね。改元関連銘柄ということで買われている、まあ一部で買われているということだそうですね。まああと1ヶ月もしないで発表になりますからね、新しい言語何になるんでしょうか。続いてブロードバンドタワー、超高精細高品質 4K 映像配信サービスの実証実験を行っているということで、今日25円高356円 7.55% 上昇、突破印刷も上がってるんですかね。まあちょっとか、13円高1657円 0.79% 上昇でした。最近動きが荒っぽい送信電気、今日ストップ高です。100円高637円 18.62% 上昇、終値ベースでは高値更新ぐらいになるんですかね、どうでしょうかね。あとは防衛関連引き続き買われております石川製作所、400円高2055円、これストップ400円高でストップ高はないんだ、まあいいや、2055、24.17% 上昇でした。その辺の関連ってことで、例えば阿波製紙とか、去年ね、なんか、忘れちゃった。80円だか530円で 17.7% 上昇。とか、こういったところまで、ついに買われてきております。まあ、もちろんその補正加工とか、飽和鋼とかですね、その辺、しっかりとか、もう大幅だからってます。細谷加工はストップだからですかね、150円高1124円、15.4% 上昇、重松製作所、5.26% 上昇、東京ケーキ、5.83% 上昇、飽和鋼、7.5% 上昇と、こんな感じです。で、ありまして、あと、これ見た、結構気になってたんですけどね、ヒーローズ、値がさだからやんなかったんですけど、やっぱりいいんだなと思って、1130円だか9020円、14.3% 上昇。ヒーローズの将棋アプリを私もやってるので、まあそうですよね、やっぱりいいんですよね。高いんだもん。8000とか9000とか、そんな感じです。49。株主優待制度導入しましたということで、161円高1550円、11.6% 上昇です。ケア21、300円高1580円、23.44% 上昇、今日ストップ高でここです。第1クォーターの業績発表ありました。営業利益 585.4% 増、進捗率がもう 32.6%、進捗はそこまででもないですけど、まあ6倍ってのは結構なインパクトですよね。あと、西洋圏が来ました。パンダ銘柄。77円高1087円。7.6% 上昇。パンダのネタがないのにこんだけ上がるっていうのもなかなかないですが、業績予想の発表がありまして、まあ、業績発表あって業績予想の、発表を受けた形ですよね。
今期の業績予想、前期比 2.2% 増の1億4000万円の黒字と、今期は。ということだそうです。競合他社との差別化を推進。なんだ、競合他社ってのは。当店舗ですかね。フランス料理なんでしたっけね。すっかり、なんかこの県という字に騙されて中華料理かと思ってましたけど、違いましたけどね。1億3700万円の黒字で着地したところね、前期。ということで、未定としていた年間配当8円と。いうことです。で、中継も発表して、そこも交換した格好なんでしょう。ということで、西洋圏が、ね、上昇でした。あと、いくつか、なんだっけ、バイオベンチャーの話題、久保田製薬、今日ストップ高80円だが473円、20.36% 上昇でした。新株や券行使したというところで、希薄家計年が後退したということだそうですね。で、逆に新株や券の発行で、希薄家計年が出てきて売られたのが、ラクオリア創薬31円安、1891円、1.6% 下落です。こんな感じでしょうかね。さっきの、フリービットが売られましたけど、その売られる要因の一つはこの辺のフルスピードの下方修正みたいなところもあったのかなと思います。子会社ですね、81円安500円 13.94% 下落、下方修正発表して今日は大幅安でした。はい。あとは、ちょっと一瞬シャープ。日経平均採用ならずということで売られております。40円安1219円 3.2% 下落です。これを逃すとまた入れ替えの時期までね、チャンスはないかもしれませんからね。取貴族って見ましたっけね。あ、大幅安ですね。やっぱり76円安1562円 4.6% 下落。今期最終益が上場来初の赤字に下方修正したということで、売られております。なかなか厳しいですね、取引族ね。確かにこの前言ったら空いてました。はい。ということでありまして、ちょっとまたゲーム関連が動き出すかもしれないですね。グミが上がって、で、それにつられて、乃木坂関連みたいなことで M アップが今日上がったりとかですね。172円高2375円 7.8% 上昇。この辺ちょっと、またスマホゲームアプリの関連とかが動き出しそうな感じも出てまいりました。ということで、以上アトラクティブソックスのコーナーでした。